さて、それでは今回は2つ目の山、ワンダーウッズをやっていきたいと思います。なかなか、これもコースがいろいろありまして、まずスタートは横です。もうまっすぐじゃなくて、一挙にね、真横に切っていって、もうここ下っていきます。ここすごい気持ちいいんです。ブレーキもかけながら、で、この後、これまっすぐじゃないです。実際はここ右にこんなコースがあります。ここはもうめちゃくちゃ練習しました。で、わざとこの失敗の映像も何回か入れてます。難しかったよっていうことで、着地ちょっとずつずれてて、2つ目の岩が奥にあって、3つ目の岩が手前で、一番最後はもっと手前になるのかな。なので、ちょっと切り返しながら進んでいくことになります。ここは相当練習いるんですけど、でもできるようになった時すごい気持ちいいです。で、この山は、この連続ジャンプが結構続きます。で、そうなってくると、このスプリントがかなり、このポイントになって、これ大事なんです。この1個目の、この道曲がるっていうのが、おそらくなんですけど、あんまり知らんのんちゃうかなと思ってて、僕、この部分のタイムだけは、なんか世界ランキングでも600位かなんかだったんです。で、そんなはずないので、おそらくこういうルートをみんな取ってないんだろうなと思うんですが、セクション3はおそらくこれが一番早いんじゃないかなと思います。ミスもあんまりないかな。ここはすごい大変でした。何度も挑戦して。これ、本当だと渡ってぐるっと回り込んでくることになるんですけど、こういう感じで、傾斜をうまく利用して降りていくと。ここもね、直下折りしてもいいのかなと思うんですよ。横の岩を使ってもいいのかなと思って、僕は向かい側の岩の角を使って降りてたんですけど、斜面かな。で、こういう感じで切り返していきます。どうしてもね、このスプリントを、足を溜めないと飛べないところっていうのが今回多くて、うまくね、なんていうのかな、全力全力じゃなくて、こう抜くところは抜いて、うまく調整していかないと、ここは大丈夫かな。こういう1回ジャンプじゃなくて、連続したジャンプが何回か、登場します。ここからかな。ここが僕は一番しんどかったです。ここも何通りも行き方があるんですけど、おそらくこれが一番しんどい道順。これジャンプです。こうジャンプでもう真ん中のゲージ見ててもらうと戻ってこないんですよ。もう疲れ切ってしまって、まあ、もちろん待てばいいんですけど、それするとタイムロスになるので、こうジャンプが4つ連続します。ここだけで多分1時間ぐらい練習しました。めちゃめちゃむずいです。で、これラストですね。これ映像にすると短いんですけど、すっごい時間かかったんですよ、ここまで。これはもうこの道、一つ目の山と一緒ですね。真ん中に抜けていく。本当はこの木と岩の間を抜けたいんですけど、かなり難しいです。ぐっと切り返してるような感じ。こう映像ではね、まっすぐに見えるんですけど、ここでぐっと曲がらないといけないんですよね、多分ね。それができなかったので、こっちで。まあ、どっちでも、まあ、いけなくはないです。練習すればね。で、ここも足がたまりません。もう疲れ切った状態で下に降りてくるので、なかなか大変かなというところなんですけども、なんとか。これタイム的には、この何度かやり直した後のスクショなんですけども、トータル1分46秒なので、ノルマの2分20秒とかあったかな、はもう余裕でクリアできるコース取りでした。で、トータルも608って悪くないと思うんです。部分的にね、だってタイム見てると、一番最後のセクションなんかは9975位とかのタイムだったので、まあやっぱり第3セクションのところで831、これはまあ自己ベストはもうちょっと早かったんですけど、だいたいここの辺でグッと引き寄せたのかなというタイムでした。いや、面白いけど、これしんどかったですね。まだこのタイミングというか、2つ目の山なので、まあもうね、いろいろアンロックされていってるので、そろそろこうバイクも触ってね、さらにこうより速いタイムを出して、この攻めていきたいなと。一応このマップのフリーライドもクリアしました。
フリーライドいいですね。緊張感はあるけど、なんかのんびりと景色を楽しめるところもあって、次は3つ目の山ですか、ちょっと頑張ってやりたいなと思います。ということで、もしよかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。